今回は静岡県にある幡多峠を訪れた時の記録だよ。ゆっくり見ていってね。ちょっとこうやって富士山、この景色ですよ。素晴らしい。ねえ、来たかいありましたね。どうですか。バイクとかいいですね。バイクとか結構来てますけど、これバイクで来た方が正解ですね。ただちょっと寒いです。写真撮ろう、ね、写真ちょっと撮りましょうか。ね、どうやったらこれちょっと一回これね、携帯でやってるんで不便ですね。これ一回これでカメラに変えてこんだけ撮ればいいか。ですよ、この景色ですよ。どうですかお客さん。もうちょっとね、ちょっと歩いてみましょうかね。うわ眩しい。まあちょっとね、目の前ね木があってこんな感じですけど、ここにちゃんと説明ありますよ。富士山見ましたね。駿河湾、ね、遠い、この前行った遠いですね。だるま山。あー、なるほどね。で松崎と、まあいろいろあるわけですね。これですよ、幡多峠。幡多峠山の神なんちゃらの跡ですね。まあ、こういうところですね。はい、これ石碑がありますね。よくわかりませんね。みかんも捨てますよ。一応階段あるんですけど、この先通行止めってなってますね。こんな感じでみかんも売ってます、ね、通行止めなんて書いてありますけど、ね、そこの下の方が景色いいんじゃないですか。ライブカメラ探そう。あ、ライブカメラですね。ライブカメラ、このトイレがなんかについてるのかな、どこでしょうかね。ライブカメラは、どこだ。ライブカメラどれでしょう。なんかあれ、高速道路とか道路見えるところに設置してありますもんね。どこですかね。もっと多分あれですよ、このトンネルのもっと海側なんじゃないですかね。なんか通っちゃいけないと言うけど、そっち通っちゃ行っちゃっていいのかな。そうですね、先までちょっと行ってみたいと思います。ちょっとね、これね、みんな内緒ですよ、ここだけね。この先通行止めって書いてあるんで、ね、通っちゃダメであって進入禁止じゃないですからね。ちょっとね、ちょっと様子を見に行ってみたいと思います。あら、あら。多分この先なんじゃないですか？どうなんですかね。ハイキングコース。崩落が確認されたため、鉱物の一部区間を通行止めとしております。なんかトンネルの上ぐらいですもんね。なんかダメっぽいです。あらら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 ら。でもね、ここからこう見てください、この青い海と。ねえ。いいじゃないですか。富士山も見えますよ。
ところですね。ライブカメラ、あれ、これ、あれ、その辺の下なのかな。高速道路が入るぐらいのところですよね。なんかこの辺なんだけどな。あれですか。どれですかね。でもこの辺ですよね。うわー、ちょっとね、みかんがいっぱいなっとるんですよ。どうですかこれ。これはね、通路のところにちょうどあのかぶさってる木なんで、ね、人の敷地に入ってるわけじゃないですからね。ねえ、あのなんか文字が来てますね。戻るんかい、何言ってんだ。幽体って言うんですよ、こういうのね。あのね、危ないところには近寄らないね。虫の知らせですよ。別に戻るわけじゃないですからね。ちょっとね、引き下がるだけなんでね、そんなもんでございますよ。カメラね、どっかあるのかな。クルーズさんもね、メッセージで教えてくれればいいんですけど。どっかね、その辺にカメラあるはずなんですよ、ね。その歩道の先の展望台にカメラありそうで。ああ、そうですね。ちょっとね、行けないのが残念ですね。なんか崩落してるらしくてですね、あの行けないんですよ。多分あのカメラの位置的に言うとこの先なんですよ。ねえ、ちょっと残念ですが、まあそういうこともありますよ。まあね。あの富士山なんぞ見ていただいてね、ちょっと心を落ち着かせてね、落ち着かせていただいて、ちょっとね、次どこに行くか考えましょうか。次どこ行こうかな。なんかいいとこないですかね。そこら辺の何漁港でしたっけね。あの富士山に一番近い漁港とかいうところがありますけど、そこの公園あたりも気持ちいいんですよね。ですね。いや、もう初めて来ましたけどね、こんなに気持ちいいところだと。その展望台が臨時休業になってる。わら。本当ですか。いやーね、そういうこともございます。臨時休業、ここにね、なんかちょっと看板がこんな感じでね、あのこれですよ。ね、行けませんと。これは直してくれるのかな。お金かかりそうですもんね。で、この展望台ですね。なんか東屋があるんですね。そこまで行けないんですね。あ、まあそうね、ちょっとそれは残念なあれですが。へえ、迂回路、迂回路なんてあるんですか。これは向こうに行けってことですか。待ってくださいね。今の現在地そこ。トンネル。三保の松原は行った。あ、三保の松原ですね。ここから見えるかな。ここもですね、いいところですよね。多分今日は結構混んでると思います。ここはね、やっぱ車で来るところじゃないです。あの道が狭すぎますね。あのバックしてね、車来たから戻らなければいけないなんて言ったらね、ちょっとね無理です。あー、松原見えませんね。ここから見えるのはあれですね、この伊豆の西海岸の西側のね、こう出っ張ったところがね見えるかなっていうところで、青いっすよね。
ちょっとね、私ね、用事を思い出したんで、ちょっとカメラをね、ここにこうセットして、ちょっと用事を済ませてこようかなとも思ってるんですが、撮られなければいいんですけどね。皆さん見張っててくださいね、ちょっと。よいしょ、あの用事が済みましたので、こんなんですよ。ちょっとね、下の方ちょっと車がいっぱい通ってうるさいんですけど、ですね、いけないのが残念。じゃあね、ちょっとね、戻って行ってみますか。ちょっとね、さっきの道路を通ってね、行くのはちょっと大変そうなんで、ちょっとですね、違うルートが西側にね、ずっと抜けて、それから、ちょっと、戻ってみようかなと思います。皆さん、みかんいりませんか？これ一袋200円ですよ。ね、結構いっぱい入ってます。10個ぐらい入ってます。ね、デートコースにはもってこいでございますね。どうですか？気が済みましたでしょうか？ね、これだけね。ですね。よし、じゃあこんな感じでね。じゃあ次は何でしたっけね、あそこのこの先のちょうど真正面に工場地帯あるんですけど、そこのね、タコ港でしたっけ、何港でしたっけ、なんか港のところにね、公園があるんで。まあ、そこちょっと見に行ってみましょう。ね。ということで、じゃあ車に乗り込みますよ。